マスターデュエルのレギュレーションが更新され、若津楽院と暗黒界の軍神シルバが禁止カードに指定されて、若津楽院は自分の融合モンスターをリリースし、互いの墓地及び除外されているモンスターの中から融合モンスター以外を2体対象とし、互いのフィールドに1体ずつ特殊召喚する通常トラップで、アルバスの楽園を素材とする融合モンスターをリリースすると自分の場に2体のモンスターを出せるが、そちらの効果を使うことは一切なく、相手の場に制約を課すモンスターを送り込み、展開を完全に封じることを目的に使用されていて、いわゆる井戸ロックとしてよく知られているが、相手に送り込んだ超魔人井戸が禁じられた一雫などで墓地へ送られると展開可能になるため、特殊召喚時にギミックパペット以外を特殊召喚できなくなる制約を課すギミックパペットナイトメアで確実に1ターンの間特殊召喚を封じるなどのパターンもあり、先行で決められると何もできないコンボとして恐れられていて、さらにこのコンボの恐ろしい点は安定性が高い点にあり、楽園融合から相手の場に送り込むモンスターを墓地へ送りながらミラジェイドを融合召喚、ミラジェイドの効果を自分の適当なモンスターに打つことで楽園竜アルビオンを墓地へ送り、エンドフェーズに若津楽園をセットし、相手のスタンバイフェーズに若津楽園を発動。これにより相手のメインフェーズ前に展開を封じられるため、墓穴の指名者などで蘇生自体を防がなければ何もできずにターンを渡すことになってしまうので、マスターデュエルはシングル戦なため OCG 以上に先行での封殺カードを厳しく規制しているのだが、ビーステッドの登場で楽園デッキが大きく強化されており、若津楽園の封殺コンボの安定性がより高まったため今回の規制に踏み切ったと言えるね。ちなみに若津楽園もあのパワーオブジエレメンツさんのカードであるため、さらに歴史に名を刻むことになってしまったね。続いての禁止カードは暗黒界の軍神シルバで、18年前に登場しアニメ GX にも出演した古のデュエリストにとっては馴染み深いカードなのだが、なぜこのタイミングで禁止になったのかと驚く人も多いかもしれない。おそらく次のアップデートでストラクチャーデッキ R デビルズゲートで登場した暗黒界の新カードが登場し、暗黒界デッキが大きく強化されるため事前に規制となったのだろう。シルバは相手の効果で手札から墓地へ捨てられた場合、相手が自身の手札を2枚選んで好きな順番でデッキの下に戻す効果を持つ。実質2枚ハンデスで墓地へ送られずデッキへ戻すため極めて強力なのだが、暗黒界の同士セルリなどと合わせて使用しないと安定してハンデスを行うのは難しかった。しかし新たな暗黒界カードである暗黒界のマシン王レインは手札から捨てられるとレベル5以上の暗黒界モンスターをサーチでき、シルバにも対応しているほか、相手の効果で捨てられるとデッキ墓地からレベル4以下の暗黒界モンスターを自分か相手フィールドに特殊召喚する効果を持つ。相手の場に送り込んだセルリの効果でレインを捨て、レインの効果でシルバーをサーチしながら2体目のセルリを相手の場に送り込めば、そのままシルバーを捨てて2枚ハンデスが可能という恐ろしいコンボが成立する。さらに新たな融合モンスターである暗黒界の竜神王グラファは相手のカードの効果を手札を1枚選んで捨てさせる効果に書き換える効果を持っており、これにより妨害をしながらシルバーを捨ててハンデスといった動きもでき、1ターンにシルバーを2回捨てさせ4枚ハンデスというのもそれなりに可能になるため、暗黒界の強化の前に大量ハンデスが可能なシルバーの禁止に踏み切ったといえる。マスターデュエルリリース当初より活躍している未開期暗黒界のさらなる強化や竜神王グラファがティアラメンツプラス融合素材代用モンスターで召喚でき、グラファの効果で手札からティアラメンツを捨てると効果を起動と非常に相性が良く、環境への規制が大きいと見越して事前に規制をかけているようだね。総じて新カードの登場も踏まえながら先行で使用し相手に何もさせなくするカードを規制したといった印象で、前回の改定で闇のデッキ破壊ウイルスが制限となった点なども踏まえて、次のアップデートは暗黒界とラビリンスを中心とした悪魔族強化の可能性が非常に高いだろう。魔界特派員デスキャスターなど汎用性の高いカードもあるので、新カードの実装を楽しみにしながら続報を待ちたいぞ。というわけで俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。